ホーム鳥取です。 4-4-2 のボックス型、ゴールキーパーは糸原、フォーバック右から魚里、永井、鈴木、そして左に3試合ぶりのメンバー入りの丸山、ボランチは瀬瀬と7試合ぶりのスタメンの瀬野、右に石川、左に田村、ツートップは今季初スタメンの清永と沢上。アウェー相模原の予想フォーメーションです。こちらも 4-4-2 のボックス型、ゴールキーパーは囲い、フォーバック右に石田、センターバックは今月7日に加入した美濃田と今季初スタメンの白井、左サイドバックは田中、ダブルボランチは2試合ぶりのスタメンの中原と川上、両サイドも2試合ぶりのスタメン藤本と安藤、ツートップは加藤と船山のコンビ。立ち上がり10分、この立ち上がりは相模原の方がよくボールを握っています。風上の相模原奪った、さあ中原キーパーと1対1という形、決まりました。先制ゴール、先制ゴールはアウェーの相模原、ビルドアップのミスをつきました中原翔吾、移籍後初ゴールです。ゴールキーパーとその最終ラインのところ、前線から非常に猛烈なプレスをかけていった船山のプレスがこうパスミスを誘いました。拾った中原が冷静にネットを揺らしました。こういったパスミスは気をつけなければなりません。鳥取、魚里、沢上、ターンした、沢上から清永、ループが決まりました。同点ゴール、清永今季初スタメン、清永健今季初ゴールです。ファーストタッチが素晴らしかった清永、この沢上のターンも良かったんですが、このワンタッチ、2人の間をかわしてループ、非常に落ち着いていました。今季初スタメンの期待に応えました19番の清永健。清永、魚里、沢上、縦パス、清永、中には田村、ファーには瀬野、中へのボール、田村決めました。逆転ガイナーレ鳥取、清永は1ゴール1アシスト。スローインから清永いいランニングです。右に抜けて外から入ってきた田村亮介、移籍後初ゴールです。ボランチの瀬野右サイド、魚里フリー、縦パス通った、清永のシュート、囲いが弾き出してファーサイド、石川から沢上ブロックしました。目まぐるしい攻防です。魚里、石川、清永、沢上と様々な選手が関わって相手ゴールに迫ります。田村のダイレクトクロス、石川のヘディングの折り返し、沢上待っていましたが美濃田がしっかりと体を寄せていました。囲いから加藤を狙う、ここも競り勝った長井です。しかし拾って運ぶ安藤、左足、ゴールキーパー糸原のファインセーブがありました。船山と藤本、今日が J 通算400試合目の出場となる2人がボールをセット。さあ同点のチャンス、相模原、船山か藤本か、藤本直接狙ってクロスバー、高く上がってヘディングシュート、決まった、加藤匠同点ゴール、雄たけびを上げました加藤匠。今日はなかなか仕事がさせてもらえない中で、このファンタジスタ藤本の左足です。わずかにクロスバーに嫌われましたが、その後競り合いの強さを見せました加藤匠。
高く上がったボール、頭一つ二つ抜き出ていました。藤本外の石田へ中に入ってきた、ヘディングシュート、ポストに当たった。加藤のダイビングヘッド、まだチャンスは続きます。さあ、いつ笛が吹かれるか。シーソーゲームとなっています。鳥取対相模原、前線へ蹴り出しますが、ゴールキーパーの糸原、ここで長い笛が鳴りました。ガイナール鳥取対 SC 相模原の試合は2対2、引き分けとなっています。